壁駅。壁駅は、広島県広島市朝北区壁2丁目にある、西日本旅客鉄道 JR 西日本壁線の駅。2003年、平成15年12月1日から2017年、平成29年3月3日までの13年3ヶ月の間、同線の終着駅であった。かつては、壁線の電区間と非電区間の境界駅で、 あったが、秘伝各区間が2003年、平成15年11月30日限りで廃止され、一時は終着駅となった。しかし、2017年、平成29年3月4日に、壁線の当駅から秋、亀山駅間が開業したことにより、再び途中駅となった。相対式ホーム2面2線を持つ、地上駅、愛子家、相互利用可能 IC カードは、 愛イ家の港を参照が利用可能。愛イ家対応自動改札機が設置されている。JR の特定特市内制度における広島市内の駅である。駅スタンプは秋の高の山とも呼ばれる福王寺の駅。直営駅。駅構内には壁線全線の保守、運営を管轄していた壁鉄道部があったが、2006年。 平成18年6月30日をもって廃止された。この組織変更により、壁線内の各駅の管理権限は、西広島駅に移されていたが、2010年、平成22年7月1日より当駅が管理駅として、壁線内の各駅、横川駅を除くを、再び管轄するようになった。秋、亀山駅への延伸開業までは、2番乗り場からも、 横川方面の列車が発車し、夜間留置が行われていた。なお、1番乗り場と2番乗り場はそれぞれ改札口が独立しており、改札内ではつながっていない。2016年、平成28年12月17日までは、単式ホーム1面1線、0 91番乗り場と、島式ホーム1面2線、0 92.3番乗り場を持つ地上駅であった。 壁線延伸のための駅改良に際し、島式ホームの片側であった旧3番乗り場が解消され、現在の1番乗り場となった。なお現在の2番乗り場は、駅改良前にはホームのない側線であった旧4番線にホームを新設して設けられたものである。駅改良直前の時期には、大半の列車は旧2番乗り場から発車していたが、朝晩の一部の列車は、 91番乗り場や93番乗り場から発車するものもあった。なお三段橋方面廃止前から93番乗り場にも河川があり、電車の入線も可能であった。93番乗り場は当駅において三段橋方面に繋がる唯一の旅客ホームであったため、主に三段橋方面、雪、及び三段橋方面から当駅を直通する広島方面。 雪列車の発着に使用された。91.2番乗り場は、東端式であったため、広島方面への折り返し専用であった。93番線は、港内北端で、保線用車両留置線2本を北に向け分岐していた。93番線の外側には、ホームのない側線、94番線があり、港内両端で、93番線に合流していた。かつては、さらに外側にも側線があった。 三段橋方面が存続していた当時、上記の配線のため当たり駅に停車する三段橋方面直通の列車同士が行き違うことはできなかった。1970年代には、臨時快速、三段橋の下りは当駅で、上りの定期列車交換していたが、その定期列車が旧三番線に停車しているため、快速は即線経由で行き違いをし、当駅を通過扱い、 運転停車にするというダイヤであった。三段橋方面廃止後、九三番線は前述の保線用車両を留置線を分岐し、外側の側線を合流して構内から少し北に伸びたところ、国道五十四号のオーバークロス手前で車止めが設置され、途切れていた写真参照。このため、九三番乗り場に列車が到着する場合は一万一 の仮想事故防止のため構内踏切、列車停車位置より北側にあるが作動したが、実際に構内踏切部分の線路まで営業用列車が進入することはなかった。当駅の手前には、城内信号機が2機設置されていた。三段橋方面が存在した当時の名残で、旧三番線が本線扱いとなっており高い位置に信号機が設置されていた。 91.2番線用の信号機は低い位置に設置され共通で副本線扱いとなっており、その下に振度表示器が付属していた。副本線用場内信号機が気を検示している場合は付属の振度表示器に数字で1または2が表示され到着番線を指示していた。2013年平成25年2月広島市と JR 西日本は2015年 平成27年春を目標に、旧が小駅方面へ、再び延伸、事実上の電化復活することで合意した。その後、踏切設置の調整や、駅建設用地取得の手続きに手間取ったことで、開業予定が2度延期されており、2017年、平成29年3月4日の開業の予定となった。JR 西日本は、 同年11月28日に許可申請を行い、2014年、平成26年2月25日に事業許可を取得した。延伸時には、91.2番乗り場を廃止し、93番乗り場、イコール原1番乗り場と、急速線部分に新設されるホーム、イコール原2番乗り場を使用した相対式ホームに改良されることとなった。そのホーム改良に合わせて、 従来の西口への通路は封鎖され上下線、分離駅となり、東西間の自由通路を設置すると2015年、平成27年2月6日に発表した。これらの改良工事については延伸改良に先駆ける形で、2016年、平成28年12月1日に、東西自由通路が12月18日に、ホームの改良がそれぞれ完成し、使用を開始した。 以下の情報は、広島県統計年間、広島市統計省及び、広島市西洋欄に基づいたデータである。以上の1日平均乗車人員は、乗車数と降車数が同じであると仮定し、年度埋葬数を365、順年が関係する1971.1975年は366で割った後で、さらに2で割った値を、小数点、第2位で、四捨五入。 小数点1位の値にしたものである。1994年に大町駅が開業するまでは、壁線で最も利用者が多い駅だった。2008年以降は、下木温駅も当駅を上回る。国道183号、国道191号、国道261号との重複区間が、駅の西側を通っている。西口は、近年再開発により、壁駅、 西口広場が完成し、2007年、平成19年12月3日に、従来の壁駅停留所と壁駅前停留所を統合し、壁駅、西口広場に、バス停留所が移設された。地元産業である、壁物のモニュメントで飾られている。また、2008年、平成20年4月からは、北寄りに駐輪場と、車椅子対応のトイレも使用を開始した。 これにより、閉鎖された東口トイレの代わりに、駅の改札内しかトイレがなかった不便が解消れ、同時にバリアフリー対応を実現した。しかし、車椅子利用者にとっては列車に乗る前に階段を、数段登らなければならないのがネックとなっている。廃止された、川と駅との中間位置に、広島市浅木役所、壁区検察庁、壁簡易裁判所、浅木警察署。 広島北税務所などがある。秋、亀山駅まで、再延伸時には、その周辺に川戸保町川駅が設置されて、壁駅が最寄りではなくなった。駅正面には、大和重工の本社もある。壁駅、西口広場にあり勝つき、大林方面の1から4と国道上に設けられた、広島方面の5カ所の乗り場がある。2007年、 平成19年12月3日に使用を開始。これに伴い、下り便は、元、壁駅前停留所に停車する代わりに、一旦国道183号を右折して、全便が、この停留所に停車するようになった。また、壁線廃止区間の代替バス、広電バス、広島交通もここから発着しているが、広島、三段橋直行便は高速道路を経由するため、 壁駅には入らない。路線は、おおむね5方面に分けられており、会社を問わず同じ方面のバスが同一乗り場、または、隣接乗り場に到着するように振り分けられている。乗り入れる、バス会社、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。